これもここあるから。お前どんだけ来んだよ俺んとこ。アビッシュ。あいや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 。あらあら。あらちゃやだい。あせちゃやせとあせちゃ。どうしたどうした。ねえねえねえ。ちょっとちゃん。ねえちょっと怪しくない。なんだなんだ。なんだ怪しい。なな。ちょっとちゃん。ちょっとちゃん。あんた怪しいじゃん。ねえ聞いてよちょっとちゃん。あれ、おかしいって。待って、おかしい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 。え、何？どうしたの？え、これ、ハッタさんと一緒に喋れない。あ、喋れた。喋れない。喋れないで喋ってるのよくわかんない。喋れない。喋れました。全然よくわかんないけど。喋れました。今ですね、私はコックピットだと思います。はい、誰か一緒にいますね。どんな日本語やねんな。何言ってんの。コックピットだと思います。お前はありえない。ありえない。あ、なんで。キッチンにいたもん。え、どういうこと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 。え、どういうこと、どういうこと。え、ミカさんはこれ報告、何の死体発見ですか。これ死体発見です。ミサトランと山口さんと一緒にみんなで追っかけてたもん。誰よ誰よ。でもチュアン、チュアンさんを、じゃあ言っちゃう。今私だけじゃなかったんです。ココペットにいたの。ココペット、ココペット、ココペットと言いづらそうだ。どこのどこの国の方。子犬のペットショップみたいな言い方してるけど、ココピット。ココピットね。でもはい、チュアンさん亡くなっちゃったけど、チュアンさん、僕、はっちゃんさんと二人で追いかけ回してたんですよ、チュアンさんの。そう。え、喋って、え、でも喋ってなかったとかじゃない？だから。喋ってたの、それが。喋ってました。本物か、じゃあ。え、これが本物か。え、でも、そうなってくると、死体遺棄損になってくるよ、ミカさんの。うん。違うよ。違う。暗くなった瞬間に、なんか通報になって、だから、え、って思って、すげえなんか千原ジュニアみたいな感じになってましたけど今。そんななってない。そんななってない。そんななってない。僕バイタル見てました。ガー来て。うん。15秒前に死んでます。あ、なってるなってるなってる。それはなってるなってるなってる。喋り口調が。そうだから、なんかなんでだろうと思って、前から来た人に殺されたのかなっていう。あ、シンプル。あ、そっかそっか。15秒前に死んでます。バイタル見てました。チュアンちゃんが先頭だったってこと。15秒前。はい。結構前だ。え、偽物だ。あの、はっちゃんさん、はっちゃんさん声がなんかちびまる子ちゃんみたいなんですよね。古いタイプの。古いタイプのちびまる子の。声優変わってねえし。あとちょっとやってみてよ。え、どうも、まる子でーす。僕が悪かった。違った。全然違った。ごめんなさい、ごめんなさい、全部僕が悪いです。じゃあ山口さんに投票します。僕を釣ってください。了解です。いやありがとうございました。僕が悪かったです。ダメです。ありがとうございました。なんでタラーちゃんだ。誰だ、決まりになったやつ。今投票この中に殺人鬼が間違いなく。すごいよ。おいずー。直すよ。おー、直すよ。治らないな。なんか、なかなか、あ、治った。治った。よかった、すごい。よかった、治った、よかった。よかった、ここにタスクがある、俺。あ、俺もここあるから。
何の毒が。脱病さん、あの、はい、こんにちは。なんやそれ。こんにちは。あ、こんにちは。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 あの、今脱病さんと地方で知り合って出会って、はいはいはい、さんエンジンの前どこにいました？それだけ聞きたい。エンジンの前は僕メインホールです。メインホールで中野さん、主人さん見てるんですよ。あ、じゃ あのすれ違っただけかもしれないです。トシンさんと僕単純に。サポ直してすぐボタン押しましょう。なるほどね。なるほど。じゃあ勝ちだ。もう気許して勝ちだ。よいしょ。こんにちは。あーやだね。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 やだよね。やだね。やだね。大丈夫。君の代わりは僕が務めるから。守れ。簡単にやられてるやん。初音さん守れなかった。くそー。あってたやんか。また。いっぱいやられた。ごめん。ごめん。ナキオさんいなかったわ。じゃあ。いや、もうすごかったね、タケさん。あれすごかったね。アーカイブ。いや、あのね、アーカイブです。あのトリプルキルを置きました。もういろんな人に なってさ、3人が、うん、もう誰が誰か分かんなくて、ズズさんがタケになってタケがズズさんになったって意味が分からない。意味が分からない。何の意味もない。何にも意味ない。全然分かんなかった。そう。